辛い症状を自分で解決、ルーツケアストレッチチャンネルの時間です。今回は糖尿病を自分で解消するための7つの体操というテーマでお送りさせていただきたいと思います。大山くん、今日もよろしくね。糖尿病改善の鍵は運動です。運動をすることによってブドウ糖を取得して血糖値を下げます。また肥満を解消することや筋肉量を増やすことによって膵臓のインスリンの働きを高めることが大事になってきます。これからお伝えする運動を毎日続けていただいて、余分な脂肪を落として筋肉量を増やしまくって糖尿病を撃退していきましょう。よいしょ。こちらの動画では糖尿病を解消するための3つのストレッチ、具体的には横隔膜と肝臓、そして膵臓周辺のストレッチ、こちらをお伝えしております。ぜひこの動画を見ていただいて、ストレッチをした後にさらに今日の運動をやっていただけると効果は2倍、いや3倍になってきます。ぜひこちらの動画も合わせてストレッチと運動をやっていただければと思います。それではこれからストレッチに入るんですが、一つ注意点もあります。今日これからお伝えするのは1分間の運動を10セットやっていきます。初めからこれ全てやらなくても大丈夫です。あまり負荷をかけすぎてしまうと心臓や腎臓に負荷がかかりすぎてしまいますので、無理のない範囲で行っていただければと思います。初めは毎日1セットでもいいです。それを徐々に徐々に増やしていっていただければと思います。それでは運動を今日お伝えするのは7つなんですが、それぞれ説明させていただきます。1つ目の運動は足踏みになります。このように足踏みをしていきます。腕をできるだけ高く上げていただいて足踏みをします。太ももの大腿四頭筋や大腰筋、そして肩の三角筋などもこの辺ですね、大きな筋肉も使うことができます。これが1つ目です。2つ目はスクワットになります。スクワットも主に太ももの大腿四頭筋という大きな筋肉を使うことができます。姿勢はあまり前かがみになりすぎず、後ろになりすぎずですね、軽く前に体を倒す程度、このような感じでやっていただければ OK です。3つ目の運動は腕上げです。腕をしっかりと上がるところまで上げてください。痛みのある方は無理をしないでくださいね。三角筋という大きな筋肉を使うことができます。4つ目の運動はもも上げになります。できるだけ高くももを上げるようにしてください。そして5つ目は腹筋です。体をグッとひねります。グッとひねります。足を上げて、これがですねくっつくように、このように、そしてお腹にしっかり力を入れて動かしていきます。6つ目はふくらはぎの運動です。かかとを上げていきます。できるだけふくらはぎにしっかりと力を入れて最後までかかとを上げていきます。最後は背筋、背中の筋肉です。腕をグッと大きく上げていきます。最後まで腕の上がるところまで上げて背中に力を入れていきます。この7つの運動を一緒に10分間やっていきましょう。はい、それではこれからあったかくなるので着替えました。さあ一緒に汗をかいていきましょう。こちらの順番で運動をやっていきますので、ぜひ一緒によろしくお願いします。まずはじめは足踏みからやっていきます。それでは一緒にやっていきましょう。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、次スクワットいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、腕上げです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もも上げです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、腹筋です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、ふくらはぎいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、最後は背筋。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、はい、足踏みです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、スクワットいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕上げいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もも上げです。1、2、3、4、5、6、
しないで、できる方はこの後も続けてください。それでは6セット目スタートしていきます。はい、じゃあ足踏みからいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、なるべく高く足を上げるようにしてください。次はスクワットです。1、2、3、4、できるだけしっかり止まる。はい、次腕です。しっかり上げていきます。ぐっとなるべく高くしっかり腕を止める。はい、もも上げいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腹筋いきます。1、2、3、4、背中しっかり曲げて、お腹に力を入れてグッと、はい、はい、次はふくらはぎ。1、2、3、4、しっかりとふくらはぎに力を入れてください。1、2、3、4、5、6、はい、次背筋。1、2、3、4、5、6、はい、背中にしっかり、はい、力を入れて、はい、足踏み。1、2、3、4、5、6、7、8、しっかりと高く太ももを上げましょう。はい、スクワット。1、2、3、4、止める止める止める。腕を高く上げる。疲れてきた、熱い、頑張って。はい、足上げて、足上げて、はい、腹筋です。力入れて、お腹に力入れる。
腹に力入れる、お腹に力入れる、はい、ふくらはぎ1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、はい、背中1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8、足踏みです。はい、頑張って、もうちょっと、もうちょっと、はい、スクワット1、2、3、4、しっかり止める、しっかり止める、しっかり止める、はい、上げて、はい、汗が出てきたよ、脂肪がどんどん燃えてきました。もも上げ1、2、3、4、5、6、7、しっかりと全身の筋肉を使って、よいしょよいしょよいしょ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、汗が止まんないね、きついね、ホワイト君、はい、はい、全身から汗が吹き出てきました。脂肪の分解していきましょう。足踏みです。はい、スクワット1、2、3、4、5、6、しっかり止めて、太ももとお尻に力入れて、はい、はい、三角筋、三角筋は大きな筋肉ですよ。脂肪を燃やしていきましょう。はい、もも上げ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 、腹筋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 、ふくらはぎ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 、背中、背中しっかりイメージして、広背筋ですよ、広背筋、広背筋をしっかり、はい、足踏み、1、2、5、6、1、2、5、6、はい、頑張って、ラストラスト、ラストラスト、ラストラスト、頑張りましょう。はい、腕上げ、はい、脂肪が燃えてきた、燃えてきた、燃えてきた、しっかり汗が入ってきて、汗が出てきた、はい、何言ってるかもう分かんない、もう何言ってるか分かんない、汗がすごい、頑張りましょう。腹筋、力入れて、しっかりと力入れて、ふくらはぎ、ふくらはぎ、最後ですよ、最後ですよ、最後ですよ、渾身の力で1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8、よし、最後深呼吸しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8、もう一回大きく1、2、3、4、5、6、7、8、はい、もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、残り10秒余りましたね。はい、しっかり深呼吸して、足踏み、スクワット、腕上げ、もも上げ、腹筋、ふくらはぎ、背筋、はい、このストレッチをこれで終了したいと思います。汗だくです。さあ、ホワイト君、やってみてどうだった？うん、そうだね、君はちょっとね、体、筋肉がないから動かせないみたいですね。いかがだったでしょうか。今回は糖尿病を改善するための7つの体操10分チャレンジというテーマでお送りさせていただきました。かなり汗かきました。10分ですね、最初からやると大変かもしれませんので、これを1日3セットから始めてもいいですし、5セットから始めてもいいと思います。肩からですね、腹筋、背中、そして太もも、お腹、さらにふくらはぎとですね、全身の大きな筋肉を網羅的に使うことができます。これをすることによって脂肪を燃焼し、インスリンの効きを良くして糖尿病の対策に当てていきましょう。もちろん運動に加えてですね、普段の食事、これも見直していくことも重要になってきますので、ぜひ食事と運動、そして先ほどもお伝えした通り、こちらの動画で横隔膜と肝臓と膵臓のストレッチ、これも合わせてやっていただければ効果的ですので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは次回の動画では、手根管症候群を解消するための方法についてお伝えしていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、頑張りましょう。